株式会社イバセは、東京都中央区日本橋小舟町にあるうちはセンスを製造販売する企業。江戸時代には、浮世絵の出版も手掛けた、地本問屋であり、うちど問屋も兼ねていた。創業者イバヤ、神左門の父は、三河国岡崎城下で、松平家の門木工事に携わり、同家の浜松上位法に伴い、とう三国寺吉郡、岩村に移住した。 その後、関西門は、徳川家康に従って、江戸に入り創業したとされ、関西門の青年天正18年を創業年と交渉するが、家康の江戸入りが天正18年であり、実態は不明である。また、江戸内場と扇子を扱う老舗として、江戸幕府御用他市の半元断扇商として、江戸城に出入りしていたが、明暦3年に起こった、明暦の大化で被災する。 創業当時は和紙、竹を扱っており、和紙は土佐や阿波など紙すきの産地から仕入れ、竹は帽州産のものを使用していたが、後に付加価値をつけるために、元六十三年頃にはそれらを材料とした内輪を手掛けるようになった。これが江戸内輪、または東内輪と呼ばれる商品であった。江戸時代には日本橋堀江町は東堀り川に隣接しており、 上型など他国から仕入れた物品を扱う業者が集積していた。江戸後期には、堀江町付近には内輪屋が軒を連ね、貸し地は内輪貸しと続称された。岩谷千三郎は完成4年に内輪問屋を開業したと言われる。江戸時代後期には内輪に浮世絵を貼り付ける内輪屋が流行した。岩谷は文政から明治まで、堀江町一丁目五人組持ち店に、 千三郎店、また文化文政から幕末までの間、堀江町二丁目に、旧米店が存在しており、歌川国吉、歌川報告、歌川広重、歌川貞秀、三代、歌川報告など歌川派の絵師を起用し、幕末の内輪への大半を扱ったほか、一般的な一枚ずりの浮世絵も多く手がけた。十代目の時に野豪を、岩庭としている。 安政2年の安政江戸地震では、後継者が犠牲となった。明治時代に浮世絵版画が衰退すると、13代目、吉田直吉は歴表事業に進出し、純主力商品となった。大正12年9月1日の関東大震災で、店舗は消失したが、3日後には渋谷町の自宅で営業を再開した。その後、昭和9年には株式会社へ、組織変更をしており、 昭和20年東京大空襲では、自宅は被害を受けたが、店舗は被害を免れたため、以降食住分離を方針としている。14代目、吉田誠男は、昭和51年家業20時、昭和60年取締役に就任した。赤字となっていたカレンダー事業を廃止し、以降は、本業のうちは、扇子に専念している。現在のビルは平成4年で、 上階は、オフィスビル、会議室として賃貸業を経営している。平成24年5月7日には、ビル1階に、中央区の街角展示館事業による1階に、岩千浮世絵ミュージアムが開館し、浮世絵や吉田家伝来のひな人形が展示されている。一部資料は、吉田静子とする。AB 吉田正雄市日本橋福徳塾、経営者の四季平成21年12月。 AB 東京商工会議所中央支部、地に企業の生きる知恵時代を超える強さの源泉、岩瀬の過去のお知らせ2012年420年紡がれた歴史を清え、うちはセンスから時代を見守る岩瀬ビル街角展示館、認定施設一覧。ありがとうございます。